はいどうも、アミグルミストの角田です。どうも。はい、まあ、そんなわけでですね、今回はミシン糸の玉の編みぐるみを編んでみようの第20回です。はい、まあそんなわけでですね、うちの玉知りませんかの玉を編んでます。で、前回足を取り付けてこんな感じになってます。はい、まあ、こんな形の足をつけてみました。でですね、今回は前足ですね、前足をですね、まあちょこっとだけ編んでみようかなと思います。よいしょ。で、さっきから鳥がすごい元気な感じで鳴いてるんですけど、これはなんて鳥ですかね。なんかちゃんと聞くと鳴き声に特徴があるので、まあ多分鳴き声に詳しい方とかだとこういうのってすぐ分かりますよね。これはダメかな。これダメです。あ、これたまにあるこの。やったらわかりますかね。この。こうなっちゃうとやり直しです。これが若干作り目のややこしいところというかですね。で、普通に特になんか悪いことをしてるわけではないんですけど、たまにさっきみたいになっちゃうんですよね。で、ひどい時はあのオーケストラじゃなく普通に10回ぐらい連続で作り目が作れないっていう、なんかそんな変な感じにですね、なっちゃったりもするんで、ちなみに今回はこんな感じですね。うん。要はこのなんかクニクニってなってるかどうかっていう。すごい分かりづらかったですね、今の説明。あのなんか内側に、内側っていうか、なんか ねじれてないんだけど、なんか頼りない感じになる感じです。うん、言ってるあの僕の説明が頼りないっていうことですよね。だからあのミシン糸の毛
ケイトの場合は普通に編もうと思って編む、ここに例えば編みぐるみというかですね、まあコースターでもいいのかな、この初めに作り目を作るものを編むときって、まあ、普通に毛糸の場合ってよし編もうと思って、まあ普通にそこから作り目作って編み始めると思うんですけど、まあ僕もそうなんですけど、ミシン糸の場合ってまあ、これも僕の個人的な感想というかなんですけど、よし編もうと思って作り目を作って、で作り目がちゃんとできて、またそこでよし編もうというかですね、別に正直そんなよし編もうなんて意気込んではいないんですけども、その編み始める気持ちが2段階。何を言ってるんだ、編もうと思ってですね、よし編もう、よし、まあだからですね、なんか2段階です。だから作り目ができて、さらによし作り目できた、あだから、あ分かった、1回目の初めに編もうは編みぐるみ全体というよりも、とりあえずそのあれちゃんと編めてる数えてたか、1編みぐるみ全体というよりも作り目を編む、編もうで、作り目ができた後に編みぐるみを編む、編もうっていう2段階の意識が意識になってます。ありがとうございました。相変わらずあれですよね。結局説明が頼りないっていう。初めに戻っちゃいましたけど。いやでも本当にですね、慣れないと結構。作り目はどうなのかな、苦労というか厄介な、なんだろうな、作業っていうのもなんか変な気もするけど、厄介なとこだと思うんですよね。本当にだから作り目だからあれですよね、例えば編みぐるみ製造工場みたいのがあったとして、例えばその中で編みぐるみ、ミシン糸の編みぐるみ部門っていうところがあったとした場合に、おそらく仕事のなんていうのかな、分担というか、そこで多分その作り目部門みたいなのですね、できてですね、その作り目、毛糸だと多分作り目って結構サクサクとできちゃうので、別に
まあ、それこそあれですよね、普通に数十秒でできちゃうところなので、全然その作り目だけっていうことにはならないと思うんですけども、多分ミシン糸の編みぐるみをのところの場合はですね、その作り目部門とかですね、やつはなんかその作り目ミシン糸の編みぐるみ作り目部門チーフとかですね、なんかそんな感じでができてですね、多分そのチーフは大変ですよね、あの毎朝のあれですよね、このなんかうまくいかなくて、このなんかさっきみたいにですね、ちょっと丸まっちゃったりし、やろうと思ってなんか丸まっちゃったりなっちゃう、あの新人の声か、ここにチーフまた丸まっちゃうんですけどとかって言って、なんかやばいよ、自分で言いながらちょっとアホだな、まあいいか、そんな工場があったら楽しいですよね。うん、まあそしたらあれですよね、なんかまああの役職つくかわかんないんですけども、そのチーフぐらいにはなりたいですね、その作り目チーフみたいな。作り目チーフってなんかいいですね、語呂が。作り目チーフ、作り目この細編み部門、作り目チーフ、作り目チーフいいな、作り目チーフ、うん、まあいいか、ダメだな、ちょっとあの何を言ってるのか、ちょっと妄想の世界に入っちゃったんで、ちょっとあれですね、今日はですねとりあえずあの作り目チーフはですね、ここら辺で今日のところはですね、ここら辺にしたいと思います。はい、ってことでですね、手は、まあ、こんな感じで編み進めていきたいと思います。はい、ってことでですね、今回もですね、最後までご視聴ありがとうございました。はい、それではまたお会いしましょう。ではでは。